ゲームが大好き、バーチャルeゲーマーです。今日もですね。バーチャル鳥取県岩見郡岩見町。2023年2月28日です。バーチャルeゲーマー。ここがどういった場所なのかは、全く存じ上げませんが。なんとなくトンネルがあるらしいことを、Google で見かけたので、ふらっと来てみました。にしても、随分雰囲気の良いところだね。ウルトラ快晴ゆえ、5割増しで爽やかだ。右手、橋を渡った方向が、目的地ですが。思いっきり、工事しとるよ橋の上。いける?いける、知っとる。よかったよかった。こちら、蒲生川。橋梁は、河口付近にかかっているもので。左右の建物は、造船所か、港町ですねー。ここを左、海岸線沿いの道を行きます。うわぁ。素晴らしい。海が近いぜ。でもって。ここを右?おお、こっちもすごい。ノリは孤高の縦横無尽さがすごい。家も山も近い。見えないけど海も近い。全部がある。でも、トンネルはどこにあるんだろう。もうすぐそこのはずですが。うわ、いいな。軽車両以外は、右折?あった。本当にあった。路地の先に、姉妹トンネルが、あ、猫ちゃん。いいもののすべてがある。このアングルの良さがすごいな。最高ロケーション。猫ちゃんもいるし。いやこらー。素晴らしいよ。うお。ほこら。高校左右。ドット内に手作りベンチ。このトンネル、生活に根ざしている。ものすごく、根ざしている。こっち側にも、祠が、50年くらい、時が停止しているような。こんな場所、まだあるんだなぁ。生活が行われている。完全な物見湯さんゆえ、片身が狭いぜ。現在は、海沿いに県道が通っているわけですが、あそこにトンネルがあるってことは、昔は違ったのかな。しかし、この集落、その辺を歩いている人が、やけに多い。活気があるな。お散歩日和か?関連して、県道に退出します。集落を海沿いに迂回して、県道が走っています。広くて走りやすそう。よかったね。先ほどの集落を、外から望む。正面に突き出た地山が、トンネルの貫いているところですね。駐車し、歩いて接近してみましょう。しました。次吉春ですね。ちょっと後ずさって、トンネル前の分岐。花壇に囲まれた石碑がシンボリック。裏面が多分のっぺらで。正面が。頭取?何?谷口、風。側面には、多分混入年月日。大正14年9月10日かな。その自分の、なんか、石踏み、トンネル猫ちゃんたち。近づくと一目散に逃げ出す、警戒心の強さで、ついぞ触れ合いませんでしたが。そのうち、近辺の猫ちゃんを統括しているとおぼしきおばあ様が、テクテク歩いてきて。猫にちくわを与えつつ、トンネルのことを、いろいろ教えてくださるなどしました。いわく周辺は、昔は観光で賑わった場所であるらしく。また、海沿いの県道ができる前は、このトンネルをバスが通っていたそうです。
って、昔はこのトンネル前で、結婚写真を撮る人もいたとかで。本当にめちゃめちゃ、地元愛の中心に据えられたトンネルなんだなぁ。と。嬉しくなっちゃうね、心から、こういうのは。トンネルがしみじみ、地域に愛されているのは嬉しい。猫もいるから、より嬉しい。ということでこちら、国交省が平成16年度に実施した、道路施設現況調査のデータを見るに、網代トンネルとして記録されているのが、おそらくこれ。この周辺の地名が、網代というそうなので、漢字表記は網代トンネルでしょう。竣工は大正元年、つまり1912年の7月30日以降かな。延長は47メートルで、道路部幅員 3.6 メートル、有効高は 2.5 メートルとありますが、そういうトンネルを、バスが通っていたというのが、なかなかびっくりです。どういうバスだったんだろう。でっこちら南側高校、民家と乗り枠校の間、挟まるように校門が鎮座しており、スパンドレルと要石が石材、側壁及びアーチ部が、4層の赤レンガの構成ですね。装飾らしい作りが見受けられない、かなりシンプル、そしてコンパクトな校門です。この手の狭小トンネルで、執拗にアピールされがちな、高さ制限の標識も、見受けられませんが。わざわざこんな場所を通るなら、わかっとるだろうと、いうことでしょうか。で、その左右には、石仏が佇んでおり。向かって左はこの構成。左から、青年会のどなたかの名が記されたものと、南無阿弥陀仏と石仏様。こういうのも、見る人が見れば、こういう縁起の、こういう仏様であるとか。わかるんでしょうが、私にはさっぱり。でも、苔や風化があまり目立たず。首元に補修痕。傷つけば誰かが直し、丹念丁重に扱われているようです。右は屋根付き、7体の石仏が並んでいます。屋根の上には、乗り枠校の工事名板とおぼしきプレートが、打ち据えられており、平成10年度に、復旧地産工事が完成したそうです。崖崩れでもあったんでしょうか。トンネル内部から、南口へ向き直ってパチリ。レンガの積みは、側壁がイギリス積みで、アーチ部が長手積み。スタンダードな構成。高校周辺を過ぎると、道内復興が、馬生地コンクリートに転じており、元は多分、素彫り区間だったんだろうなぁと、想像が膨らむ構成です。要石の打ち込み、校門沿いにだけあるのが不思議です。こうした方が、頑丈になるんでしょうか。あと道内、ハンドメイドなベンチがあるなぁと、ぼんやり驚愕していましたが、ハンドメイドな物干し竿っぽいものも、しれっと存在していますね。風が吹き抜けるから、よく乾くんでしょうか。本当は何なのか、わからないけど、よくわかんなかったので2014年のストリートビューを見てみたら、しっかりと物干しにされていました。しっかりと物干しにされているし、しっかりと駐輪場にもされている。2023年は、これでも随分、すっきりしたわけですね。レンガトンネル、昭和建築、仏教、猫。振り返るとこの光景、ビールケースに、竹をくくりつけた。やっぱりベンチなのかな。座れはしそうですが、またしても2014年を見てみると、北口付近、極めて革新的な、椅子が安置されており、やっぱりそういうことかもしれません。現在は、2014年時点で、南側にあった推定お手製ベンチが、竹の増量回収を受けつつ、北側高校付近にも増設されているようです。住民憩いの空間、網代トンネル、北側出口を望む、北側高校前の径、いよいよ時代がわからなくなってきました。高校向かって左はタバコ屋さん。さすがに営業は、していないようですけど。さらに接近すると、なんと側壁の赤レンガから蛇口が生じており、水場になっています。地山からの水の流出は、トンネル掘削の課題の一つで、その処理が重要なわけですが。ここではそれを、生活用水として活用していたんでしょうか。生活とトンネルが、文字通りに直結している。蜜月。蜜結合。凄まじい。右には、校門にぴったり寄り添うように、南無阿弥陀仏の石碑。お花は造花だ。その右には、観音開きの小さなお堂。石仏が丁寧に祀られていました。ありがたや。生活超密着直上乗り枠レンガトンネル。
この場所は、すごいよ。一言に収めるならば、嬉しい。嬉しいの一言です。愛してくれて、ありがとう。バーチャルイーゲーマーは、何も知らずに、ズケズケ車両通行しちゃったけど、行くなら県道沿いの駐車場に停めて、歩いて見物するのがいいと思うすよ。一方通行だけど、人も猫も通るし、そもそも狭いし、生活道路ですからね。バーチャルイーゲーマーの薄いが、いい場所をご紹介しました。素晴らしい日々。